紀元前108年頃の古朝鮮古朝鮮は、前漢の武帝による男四軍設置以前の古代朝鮮の総称で、後代の李氏朝鮮と対応して使用される。段ン,ン朝鮮、騎士朝鮮、英氏朝鮮の三朝鮮の総称。段ン,ン朝鮮は伝説的存在で、実証的な歴史学においては、騎士朝鮮、英氏朝鮮のみを指すことが多い。 ダンクン朝鮮が存在したという物的証拠が何一つ発見されていないため史実的な根拠は極めて薄弱であるが韓国では紀元前2333年にダンクン朝鮮が建国されたとして検定教科書の中に歴史的事実として記述されている。李氏朝鮮がまだ存在しない13世紀に表された三国維持の古朝鮮は英氏朝鮮。 岸朝鮮に対応する形で、ダンクン朝鮮を指しており、現在の韓国でも、単純に、古朝鮮と呼ぶ場合は、このダンクン朝鮮を指していることが多い。岸朝鮮も、伝説上の創作された国家とする説と、そのまま史実ではないものの実在した王朝が、反映された伝承とする説、史実とする説など見解が分かれている。英史朝鮮については、 その実在について確定している。ただし、英史朝鮮を朝鮮と呼ぶのは、芝鮮の式が最初であるが、これは国名が忘れられていたため便宜的に、落老軍朝鮮権の名を用いたに過ぎず、実際の国名ではないとする説もある。中国においては、落老軍設置後は、もっぱら、落老軍を指して朝鮮と呼んでいた。朝鮮半島で自国名を、 朝鮮と称するのは、10世紀の後来以降のことである。中国や日本の学会では、古朝鮮とは、14世紀以後の李氏の朝鮮王朝に、対して呼ぶもので、団訓朝鮮、騎士朝鮮、英氏朝鮮をまとめた古称である。というような理解の仕方が、一般的であるが、古朝鮮イコール三朝鮮は、朝鮮の歴史と、アイデンティティと、領域問題とに緊密に連結され、 岸朝鮮を認めれば、紀元前11世紀以前の段ン,ン朝鮮も認めることになるが、この時から中国の支配を認める計算になる。段国大学の院の言は、岸朝鮮の存在を認めるが、韓半島の外側、古朝鮮西部辺境で古朝鮮と並存した小国であり、岸朝鮮を継承した英子朝鮮まで共にくくって、一緒に、 朝鮮半島の歴史から抜いてしまえばよいと主張する。これは、ダンクン朝鮮の正当性を優先視する罪や、私学会の立場が反映されたものである。高麗大学のパクでジェは、三朝鮮は、高麗後期から、朝鮮時代初期に構成を整え、李正九は、帝王院期で古朝鮮を、ダンクンと騎士を分離した。これが、朝鮮時代初期の高麗氏や、東国津岩などで、 クン騎士 A 市朝鮮の三朝鮮を同等に連結する体制が確立され、それ以前には胡朝鮮を三朝鮮と把握しなかった。したがって、パクは騎士朝鮮が私たちの歴史に体系化されたのは伝統的胡朝鮮史に小中華主義を背景に脈絡なしに割り込んだ侵入過程、それでも三朝鮮説体系が維持されるのは学会がじっくり考えなければならない問題と。 五朝鮮イコール三朝鮮をあえて守る必要があるのかと批判している。猿ササヒ博氏は、独自進論、朝鮮上古史などで、騎士をク訓の進化と見て、騎士朝鮮を歴史叙実から最初から抜いてしまうこともあった。ありがとうございます。